一緒に風邪をひいちゃいましてね。ひいちゃいましちゃ、ね、ひいちゃいましちゃひいちゃいましちゃ割とさ、はい、俺あんまりひいても長引かない方なんですよ。はい、かおりさんは一回ひいちゃうと結構長引く。そうなんですよね。それで、風邪は、あなたの風邪はどこから、喉からっていう感じですよね。そう、私本当に喉から。本当にあの生放送で毎週喋った時にはさ、うん、もう本当に喉のことはいろいろケアして気をつけてるんだけど、はい、うん、それでもやっぱりかかっちゃうじゃない。そう、そしてなんか何年かに1回は、ね、あのもう放送中に声が変わっちゃうっていう。あの最初は本当にわからないのよね。このあの古谷香織です、今日もよろしくお願いしますみたいな感じで喋ったのが、はい、番組の終わりぐらいに3時間ぐらい経つともうね、うん、それでは最後でニュースですみたいな。そう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 。いや本当こう大げさじゃなくって、本当に終わる頃にはガラガラでなんか聞いてくださったりして、素敵な週末をお過ごしくださいって大丈夫ですか古谷さんってメールいただいちゃうくらい、そう、誰だか分かんなかったって言われるくらい、ね、だよね、声が変わっちゃうんですよ。その傾向は変わらないね、やっぱりね。変わんないですね。俺も家族、俺はあの俺は逆で、うん、割と低体温動物だから普段の平熱が低くって低いんだよね。それでなんかちょっと熱が出てももう大騒ぎでね、うんうん、あー熱出た死んじゃうみたいなもううるじゃ頭が痛いでしゅみたいな。7度とかないのに、7度ないのにもう大騒ぎですよね、うん、普通の人の平熱ぐらいなのそれで風邪薬を一回飲んで寝て、はい、すごい汗かいて一回着替えて、うん、朝起きるとすっきりみたいな。いいよね。終了汗かいて終了か。そうそう、そんな感じ。私は逆になんかいつまでも喉がイガイガが、ね、イガ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 が何日も続いちゃうんですよね。分かれるよね、なんかそのそれぞれの場で変わんないね。ねえ、あんまり一緒に風邪を引くこともあんまりないんだけどね。はい、割と今回は、うん、それ移りやすい風邪とかあるみたいだからね。あるのかな。そのあるみたいですよ、うん、そっか。だから結構そのなんかあのもうコロナとかね、インフルエンザとかも、はい、そういうのも調べたりとかし検査したんですけど、うん、普通にただ風邪でない、変わらず、うん、なんかこれの症状の人結構多いみたいです。あ、やっぱり今本当季節の変わり目で、ね、もう温度差も激しいですもんね。すごいよね、本当に30度から20度に変わったりするからね、うん、そう、本当すごいよね。ちょっと皆さんもぜひあの寒暖差、はい、気をつけてお過ごしください。そうですね、気をつけてください。福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。ぜひ本宮市、そしてあなたがお住まいの町のおすすめグルメを教えてください。はい、お願いします。メールは web@fm-mot.com web@fm-mot.com、 はい、ファックスは0243-630050 0243-630050。 FM モットコムのホームページにあるメールフォームからも送れます、はい、必ず番組名浪江の空からと書いて送ってください。ぜひご利用ください。今日も古谷香織、西健二、浪江の空からお送りします。この番組は宣伝のことなら戦略、撮影、デザインまで相談できる我が家フォト&デザインの協賛、浪江町の協力でお送りします。Thank you.
もう1週間もすると、はい、ハロウィン、そうですね、っていうイベントですけれど、うん、なんか本当にハロウィンって最近になって盛り上がってくるイベント、うん、そうですね、だよね、割とね、うん、これのきっかけはなんか諸説あるようで、はい、お菓子会社のなんか戦略だとか、あ、はいはい、あるんだけど、うん、これ俺の中でね、あくまでも誰も言ってないかもしれないけど、うん、俺の中での感想をね、はい、多分こうじゃないかなっていうのは、うん、あのね、東京ディズニーランドっていうところに僕いたことがあるんですけど、あ、そうですね、でそこでね、うん、10月ってちょっとホッとする、うん、ホッとする時期なのよ、はい、っていうのは9月までがもう夏のパレードとか地獄なのよ。あ、踊っていたんですよ、ずっと その炎天下でずっと実は西さんね、うん、だからましてな、あの、なんかの中に入るとか言っちゃいけないんだ何ですか、大丈夫ですか、そういう人たちはもうさらに大変なわけ、うんうん、でもその頃は風が入るシステムみたいなのがあって、何の話をしてるんだ君は大丈夫ですか、大丈夫ですかだから僕は普通に顔を出して普通の衣装を着て踊ってたんですけど、うんうん、はい、それでもやっぱり夏場すごい大変なわけ、暑いよね、夏イベントっていうのはその、うんうん、ショーも結構あったりとかしてね、はい、それで次のイベントがクリスマス11月頭からなんですよ、うん、そうすると夏休み9月いっぱいまで、はい、結構夏休みで人が学生たちが休みを利用してくるじゃない、うん、はい、それで10月から1ヶ月間空いて、うん、11月からクリスマスのなるほどねイベントが始まるので、うん、10月はもうそれのリハとか練習とか、はい、なんか覚えなきゃいけないこともいっぱいあったりとか、うん、そういう時期なんだけど、はい、パーク全体で考えたら、うん、ポカッと開くんだよね、だからそこが10月から11月までの1ヶ月間が、はいはい、そこでこれをなんとかしなきゃいけないっていうので、うんうん、1997年にどうやら、うん、初めてそのハロウィンのイベントを、はい、やったみたいな、パークで、パークでね、97年だけ97年か、 それで93年にディズニー映画でナイトメアビフォークリスマスっていう、うん、はいはい、ティム・バートン その人形劇的な、はい、アニメがあって、うん、それが結構なヒットをして、うん、割と長いこと話題になったりなんかして、はい、後になってからどん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 また人気が上がってくるような、うん、そういうのがあって、おそらく93年っていうとちょうど何でしょう、10周年とかの頃だから、うん、あ、ディズニーランド、そう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 、あ、そっか、それの後できっと97年ぐらいにその、うん、ハロウィンのイベントを初めてやってみたら、うん、まあまあ盛り上がって、うん、その仮装っていうのも受けたみたいだし、あとかぼちゃの飾り付けとかね、そう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 、かわいいよね、で、グッズお菓子関係が売れてくれると助かるじゃないですか、はいはい、はいはい、だから、うん、それがうまくいったんで、そこからなんとなく他のお菓子業界も、うん、ハロウィン美味しいじゃないですかっていう確かに10月ってクリスマスケーキを売る前のちょっとポカッとこう、うんうん、間が空いちゃう時期にいい映画が出てきたねっていうそれでのがあってのなんかハロウィンの盛り上がりなんじゃないかなって勝手に思ってたね。そうかもしれない。なんか一番最初は本当にさ仮装して、うん、なんか一部の人がホームパーティーするみたいな、うん、で子供たちが近所回って、うん、お菓子ちょうだいみたいな、そうだね、そういうね、うん、なんかキリスト教のなんか幼稚園とかは、うん、そうやって近所回ったりしてたみたいなんだけど、うん、はい、ちょっとあるところ地域にいた時に、はいはい、すごく恐ろしいハロウィンタウンのちょっとホラーな話があって、うん、何何、うん、そこら辺にね、うん、おかまさんたちがすごいいっぱいおかまさん、うん、住まれていて、はい、それでその僕もすごく仲良しだったんだけど、うん、その人たちがハロウィンになると、うん、その日の夜に全員女装全開の、うん、仮装って言っちゃ失礼だろうね全員全力のこう女装をして、うん、それで友達の家をどんどん回っていって、うん、お菓子をよこしなさいって言ってもう十何人のおかまさんたちが、うん、もう
町を練り歩くわけよ。すごい迫力だねきっと。それでそう、あの結構それでお釜にモテる気味の人たちは、うん、もうその日はもう家にいても電気を消して膝を抱えて静かにしているっていう。あ、そう、いないふりを。そう、電気がついてるともう来るから、うん、いるの分かってるなよみたいになって、お菓子をよこしなさい。ちょっと子供たちなら可愛いけどちょっとパワーがすごい。そうだね、 うちにも来てほしかったんだけど、うちには来てくれなかったわね、うん、そういえばね、頼めば来てくれたかもしれないけど来たら来たできっとね、なんかおまわりさんも来たりしたそうだし。そうなの。それは苦情も来るでしょ。そうか、騒いだりしたらね、そんな大騒ぎしてたら。そうだね。だけど、うん、あの彼女たち の,、うん、あのそういう毎年の努力の積み重ねで、うん、ハロウィンが広がったっていうのももしかしたらあるんじゃないかなって。あ、なるほど。ちょっと思ってるんですけどね。確かに私が学生の頃とかはなかったですもんね。そうでしょ、うん、ね、ハロウィンパーティーやろうとかなかったね、うん、渋谷とかがなんかちょっと異様な盛り上がりとかを見せるのも最近だしね、うんうん、まあ、そうですね、10年20年ぐらいなのかな、ね、うん、ちょっとなんかなんて言うんでしょうね、ちょっと行き過ぎ、はしゃぎ過ぎだなって思うけど、うん、なんかその岡間さんたち軍団のことを思うと、うん、まあまだ可愛い方かなってそうなんだそんな気もしないでもない、うん、こっちのね、そういう都心の一部ではそういう盛り上がったりしてるけれどもさ、はい、俺も渋谷まで朝なんか掃除に行ったりとかさ、行ったりしたね、うん、したことができて超面白かったのが、朝方、うん、なんかもうなんていうの、あのゾンビみたいになった男の子が、はいはい、うん、メイクとかでってことだよね。ゾンビの男の子がね、なんで街路樹のところに、うん、吐いてんだよ、なんかもう、あ、お酒とかゲーってなってるの。それを、うん、なんか体中を切り刻まれたナースがすごい背中をさすってコスプレってことだよね解放してるのを見てシュールやーと思って確かにそう、なんか可愛いコスプレとかじゃなくって、だんだんなんかそういう怖いんだよね、ゾンビとか、ね、ちょっとなんかホラー系のが多いよね最近ね。もうちょっと可愛くできないもんか ね, あれね、まあ好みですか ね, ね。だからこちらの方だとそんな、うん、イベントとかはないのかな、うん、まあ浪江だと道の駅ではね、なんか、うん、お菓子、かぼちゃのお菓子とか、はい、そういうものをなんか充実させたりとか、うん、ちょっとしたグッズが出るとかね、はいはい、そういうの聞いたりしましたけど、うん、浪江でもね、うん、浪江のハロウィンっていうイベントがあるんですよ。あ、そう、はい、11月3日の日曜日に開催するっていうことなんですけれども、浪江の駅のすぐそばにある浜通り地域デザインセンター浪江浜線、うん、はいはいはい、そこから、いろんなねお店とかを回って行くと、まあ、お菓子をもらえたりするっていう、こういうマップができてたりして、う、はい、そういうのイベントがあるんですって。いいじゃないですか。時間が16時30分から19時、うん、まあ、夜の時間帯ですよね。なるほど。うん、なんか仮装コンテストだったりとか、まあ、仮装してお菓子をもらおうっていうイベントですね。いいですね、うん、なんかもう事前に申し込みとかもあって、うん、締め切りはあるん、もう締め切ってはいるんですけれども、でもね、うん、なんか当日参加でも、まあ、OK だそうです。あ、本当。ただ当日参加だと予約優先なので、お菓子がなくなっちゃったらごめんなさいみたいな感じらしいんですけれども。なるほど、なるほど。でも、うん、なんか十分ハロウィン気分を、そうですね、味わえるよね。はい、だから11月3日日曜日夕方あたり、浪江駅のあたりにいたら仮装した人たちを見ることもできるかもしれないですね。うん、ね、どうですか皆さんも、なんか近所とかね、うん、知り合いの間だけからでも始めてみるとか、うん、あ、そうね、もしこれを聞いた本宮市のお釜の軍団とかが始めちゃったらちょっと困る困るかなかもしれないけどね盛り上がるかもしれないけど ね、 ね、本当に身近なところからちょっと盛り上がっていくといいですよね。そうですね。煙突町のプペルっていうと、キングコングの西野さんが作ったアニメーションの素晴らしい綺麗な映像と、そうですね、素敵なストーリーのね、うん、お話で、うん、僕もすごい感動したんですけど、はい、これのエンディングが流れた時ちょっとすごい感動して、うん、これなんかまたこの西野さんっていう人が金に物言わして
有名アーティストに曲書かせたのかなと思ったら西野さんの作詞作曲だっけ。そうなんですね。びっくりしちゃいますよ。多彩だよね、うん、お送りした曲はロザリーナで煙突町のプペルでした。今週もプチ浪江情報コーナー、はい、行こうと思いますけど、はい、これなんかコーナータイトルあった方がいいのかな。あ、コーナータイトル、ね、いつもなんかゆるっと、ね、スタートする感じだよね。だよね。プチ浪江とかね、なんかね、あ、なんかそういうの作ったら浪プッチン、浪プッチン。なんか美味しそうだな。 指パッチンみたいな。私はプッチンプリン思い浮かべちゃった。あのさ、笑いに貪欲か、うん、甘いものに貪欲かの違いですよ。そうだね、好みで分かれた。今週も何かご紹介しましょう。はい、秋はまあイベントがね多いですね、なんていう話していましたけれども、ね、はい、10月27日日曜日、うん、浪江町では浪江フェスというイベントがあります。音楽、ダンス、キッチンカー、キッズアトラクションなど大人も子どもも楽しめる魅力満点な企画が盛りだくさんというイベント、浪江フェスです。すごい豪華なんだよね。そうなんですよ、ね、会場は浪江町地域スポーツセンター。時間は午前10時から夕方6時まで、結構長いですね。音楽あり、ダンスあり、キッチンカーありということなんですけれども、うん、スペシャルゲストが豪華で、はい、ライブでは松本梨香さん、うん、あのポケモンの、ね、主題歌を歌ってる方で有名ですよね。松本梨香さんが、ライブをされたりとか、うん、あとは青いベンチっていう曲がすごいヒットしたサスケのお二人だったりとか、うん、はい、キックザカンクルーとしてもおなじみのリトルさんとか、うん、そんな方たちのライブがあったりとか、その他、はい、浪江町にまつわる方のライブなんかもあります。素晴らしい豪華な、はい、ね、そうなんですよ、ね、やっぱり音楽を聴きながら、そしてね、うん、ダンスを見ながら、ね、そして美味しいものを食べて、過ごせる一日ということで、ぜひ10月27日日曜日、浪江フェス、あ、もちろん入場無料となっておりますので、はいはい、遊びに来てください。もうステージとか関係を見て回るだけでも全然、うん、もう退屈しないですよね。そうですね、これはぜひ足を運んでいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。あとそれからあれだね、ずっとここのとこ毎週言ってましたけど、うん、ゆるバースっていう、はい、ゆるキャラ投票みたいな。そうですね、ゆるキャラのナンバーワンを決めるゆるバースに、今浪江町のイメージアップキャラクターうけどんが、はい、エントリーして参加しております。これちょっと皆さんぜひちょっとね、みんな聞いてる。何もうあの俺が毎日本当に、うん、あの投票してるんだけど、はい、私もしてます。ずるずる落ちていくんですけど、なかなか大変ですね。やっぱりみんな組織票とか、うん、強いところあるんだろうね、きっとね。そうかもね。やっぱりここでやっぱりね、一度みんなで、うん、あの立ち上がって、うん、政治の流れっていうものを変えないといけないと思うんですよ。なんか大きな話になってきたけど。同じメールアドレスで1日1回毎日投票できるんで。はい、そうなんです。ぜひご協力いただければと、はい、期限が10月26日までて、ね、ということで、もうすぐ、もう少しね、終わってしまいますので、はい、ぜひぜひうけどんに1票入れていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。応援してください。それから、私事ではありますけれども、はい、あの同じ浪江の空からっていう、うん、浪江町でやってるライブイベントが、はい、次は11月1日に行われるんですね。そうですね、はい、これのメインライブに、うん、僕初めてメインライブに出るんです。はい、はい、そうです。だからメインライブやるときに、うん、あれ西さんがやると誰も来ないんだみたいになると、そんなことないよ。そう、切ないので、うん、あの誰か嘘でもいいので一回来てみてください。嘘じゃなくて。嘘じゃダメでしょ。嘘じゃダメだね。ぜひご来場いただきたいですね。はい、あのその他にも早見岩尾さんっていう、はい、人と一緒にねメインライブ、はい、2組で、はい、その後はオープンマイクっていう形で、はい、もちろん歌ってみたいなと思ってるあなたも参加できます、うん、そうですね、ぜひ、はい、それからこの浪江オープンミュージックっていうね、この主催の、うん、あの全員の
みんなの歌も聴けますから、はい、素晴らしいシンガーたちばかりも、はい、ぜひ遊びに来ていただければと。こちら投げ先生なんでね。そうです、はい、あの全然一銭も払わなくても見られますなのでお気軽に美味しいものも、ね、食べられますので。そう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 、ね、なんかあの本当にキッチンカーを一台お願いしたり、うん、たこ焼き屋さんをね、うん、あの春ちゃんに一台一つお願いしたりとかしてたんだけど、はい、結構いろいろうちも出せるよみたいな声も上がってきたんで、はい、少しずつ出店数も増えていきそうです、はい、ぜひ皆さんそちらの方も遊びに来ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。心地よい風が涙拭ってく。結構朝の番組で聞き逃しちゃう、はい、聞き逃しちゃったよなんていう方もよく言われるんですけど、ちょうど仕事中の方も ね多いかもしれないですよね。土曜日の、はい、18時、はい、再放送があるんですよ。再放送やっています。でその再放送が終わった後にはあの曲は一部カットされるんですけれども、はい、こういう喋った内容が全部入っているポッドキャストが、うん、はい、YouTube にアップされますので、はい、そちらの方チェックしていただければ、はい、西さんの YouTube チャンネルの方ですね。そうですね、西健二の YouTube チャンネル、はい、探してみてください、はい、今までの過去の分も全部残ってますので、ね、あ、そうですね、そちらの方全部聞いて全部聞くの大変かもしれないけど、ね、チェックしていただければと思います、うん、はい、もういよいよ10月も押し迫ってきたんでね、あっという間に終わっちゃいますね。もう本当にこうなるともう2024年も残りわずか、うん、早い、悔いを残さないように。そうです ね、もうなんかちょっと年末がすぐそこまでなんか見えてる気がするね。本当ですよね、ぜひあなたのおすすめの、はい、グルメ、はい、お待ちしておりますので、はい、ぜひ送っていただきたいと思います。メールは web@fm-mod.com、はい、web@fm-mod.com です、はい、ファックスは 0243-630050 0243-630050。 fm-mod.com のホームページにあるメールフォームからも送れます。ぜひご利用ください。必ず番組名波江の空からと書いて送ってください。お願いします。さあそれでは番組はまた来週です。はい、古谷香織、西健二、波江の空からお送りします。この番組は宣伝のことなら戦略、撮影、デザインまで相談できる我が家フォト&デザインの協賛、浪江町の協力でお送りしました。